今年で70回の節目を迎えるよさこい祭り。第1回よさこい祭りから参加するチームは3つあります。商店街チームである帯屋町筋、上町よさこい鳴子連、そしてもう一つが大津市役所踊り子隊です。高知市役所踊り子隊の一番の特徴が成長一筋。これまで成長という伝統を守り続けてきました。今年は7月10日から初心者練習が始まり、毎日午後6時から8時まで高知市役所前の広場で振りや隊列、ステージを想定した動きの確認などを行っています。こちらはチームの最年長、近藤智明さん。近藤さんの要望により年齢は非公表です。近藤さんは市役所に入庁した18歳の時から50年以上成長踊りを続けていて、チームの先頭を担うまといを加入した当初からずっと任されています。これ今度踊いてもらうのはそれほど出たカッほとんど 99% カットやけどねカメラの前では照れを見せる近藤さんですが、メンバーからは頼りになる兄貴、酸いも甘いも知る大黒柱と評され慕われています。まといにしろ踊りもやけど、やっぱりそのやっぱり完成しない、やっぱ今でもそうやね、うん、やっぱ奥が深いっていうかね、そうやってこうずっとやったことがやっぱ一番大きいかもわからんですね。まあ、それと仲間、今年もやるかえとかいうね、そういうことでずっと思い出せばね、10年それでやってしまいましたね。市役所チームで気になる人物がもう一人いました。ひときわ大きな声を出し、歴史あるチームを生き生きと引っ張る女性、宮崎美晴さん32歳です。宮崎さんは石川県出身で、今から17年前高校1年生の時によさこい移住しました。本番のよさこいを見てもう感動して鳥肌がブワーって立って、もう絶対高知行こうって思ったのがきっかけです。中学生の頃、地元の石川県のよさこいチームで高知のよさこい祭り全国大会に参加した宮崎さん。地元とは全く異なる本場のよさこいの熱量に衝撃を受けました。一刻も早く高知に行きたいと高校進学に合わせ単身移住を決意しました。高知高専を卒業後、市役所に入庁。以来12年間成長一筋です。成長よさこいの魅力を強く感じたのは去年、ハプニングで地方車から音が出なくなった時でした。沿道の観客がメロディーを口ずさみ、あっという間に大合唱になったといいます。誰もが知っているよさこい節だからこそ生まれた観客との一体感、沿道に支えられ無事踊り切ることができました。どこ行ってもすごいお客さんも一緒に踊ってくれたりとか、まあ、うちわで応援してくれたりとか、もう踊り子だけじゃなくて見とる観客の人とかスタッフの人らもすごい楽しんでくれる踊りっていうか、まあ、チームかなと思っているので、はい、すごく楽しいです。さえちゃん踊ってる、22歳の時に会社員の男性と結婚した宮崎さん。
練習には娘のサイさん9歳の姿もありました。高知市役所踊り子隊への参加は高校生からと年齢制限があるため本祭への出場は叶いませんが、今年から母親の美春さんにくっついて毎日練習に参加しています。サイさんはよさこいと美春さんが大好き。2人で4年ぶりの通常開催を心待ちにしています。でもよさこいのために仕事してるような感じなのでやっとなんか通常開催っていうところですごい楽しみにしてます。チームの総指揮を務める竹中剛さん50歳です。4年ぶりの通常開催に向けて成長よさこいの魅力を多くの人に感じてもらいたいと意気込みます。たかが成長、されど成長ということで、基本をできるだけ崩さないようにということで、続けていけたらなと。今年は4年ぶりに通常開催、コロナ明けということで、声も出して踊れますし、沿道のお客さんとの触れ合いもできるかなというところを楽しみにしてますので、鳴子を一緒にこう鳴らしてもらうだけでも十分ですので、一緒に参加してもらえたらと思ってます。成長一筋70年、シンプルで変わらない踊りだからこそ誰もが気軽に参加し祭りの楽しさを感じ、やがてその奥深さを知ります。たかが成長、されど成長、高知市役所踊り子隊、ここによさこい祭りの原点があります。